今回は明智光秀の子孫を紹介します。明智光秀は戦国時代から安土桃山時代に活躍した武将で大名です。織田信長に謀反した本能寺の変が有名ですよね。そんな明智光秀の子孫がクリス・ペプラーさんです。クリス・ペプラーさんは日本のタレント、ナレーター、声優です。有名なのはラジオ番組の J-WAVE のナビゲーターです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。